1872年に火災で消失した初代のシアターロイヤル。シアターロイヤルはかつてオーストラリアメルボルンのバークストリート236番地にあった劇場。シアターロイヤルはジョン・メルトン・ブラックによって1855年にバークストリートの北側に建設された。3300人を収容でき当時のロンドンにあった。 ドルリー・レーンのシアター・ロイヤルやコベント・ガーデンのシアター・ロイヤルに匹敵する規模であった。お年で上演されたのはリチャード・シェリー団の悪口学校であった。しかし、壮麗な劇場を投票された、この建物の建設には6万ポンドの経費を要し、このためにブラックは結局破産することになった。1873年頃のシアター・ロイヤル。1872年4月。 劇場は火災で消失し、すぐに4000人を収容する規模で再建され、同年11月に再開された。1904年には改装が施されたが、1933年に解体され、跡地はマントンズ百貨店となったが、さらにその後はコールスとターゲットになっている。ありがとうございます。